眼科の平松です。今日は眼圧以外の緑内障を悪くする因子がおぼろげながら見えてきたってことについてお話ししようと思います。緑内障だと、眼圧を下げよう下げようって言われてって思って、なんだけど私は眼圧正常だしそれでも悪くなっちゃうんだよね、結構低めなんだけどって人も結構いると思います。はたまた正常の眼圧が10から20っていうのに、私正常範囲なのになんか悪くなってなんか腑に落ちないな、納得できないなってことも多いと思います。実際私もどっぷり医療に使ってるから正常眼圧を治療しましょうってことが当たり前に思えてきちゃったけど、普通に考えたら正常の圧力を下げましょうってむちゃくちゃ言ってるんですよね。血圧高いのを下げましょうだったら納得できるけど、正常の血圧だけどもっと下げましょうって言われたら何言ってんじゃってなるのが普通じゃないですか。なんだけど、現実眼圧を下げた方が進行しづらいからそう言ってるわけですよ。でもそれって本当は眼圧だけじゃない理由があるんじゃないのって思いますよね。そこで、世界ではそういうことをいろいろ研究しているわけです。今回その一つとして BDNF という因子がすごく影響しているんじゃないかっていうのが出てきて、それは神経の再生そして神経を強くすることにも非常に関連してくるので、今日はそこをまとめながらお話ししようと思います。それは2023年セプテンバーのジャーナルオブグラウコーマっていう、雑誌で出てきたもんです。具体的に言うと、日本のね、研究者が行ってくださった東北大かなの研究なんですけど、260人の正常眼圧緑内障の患者さん、220人の、眼圧高い緑内障の患者さん、そして120人の一般の人を調べてみて何が違うのかっていうのを採血データっていうのを見てみました。その特に見ようと思ったのが何かっていうと BDNFっていうね、因子なんです。BDNF って何なのっていうと、神経栄養因子といって神経に栄養を行き渡らせてくれる因子なわけですね。神経というのはただ神経があればそれで生き延びられているわけではなくて、栄養となるような成分が来て初めて活発化してきます。場合によってはその神経栄養因子があることでさらに神経が伸びたりとか、ダメージ受けたものが回復したりとか、そういうところがあるわけなんですね。なので、非常に重要な因子なんです。それがどのぐらい含まれているかっていうのを採血で調べてみましたら、まず何にもない普通の病気もない人で 523.9 ピコグラム、1ミリリットルあたりの採血で出てきましたと。高いか低いか分かんないかな。で、いわゆる POAG、開放隅角緑内障、眼圧高い緑内障の人は 421.1、 正常が523、緑内障の眼圧高い人が 421.1 なんで、そんなには変わんないかな。100ぐらい低いから、低いっちゃ低いなって、こんなイメージだと思うんですね。じゃあ見てみてください。正常眼圧緑内障の人はどんなのっていうと 197.1 ってことですよ。ざっくり分かりやすく100の台だけ言うと、正常眼圧の人で200ぐらい、高眼圧の人で400ぐらい、一般の人で500ぐらいってことで、要は正常眼圧の人は2なのに4と5っていう感じなので、倍以上の差があるわけですよ。これめちゃくちゃ差があるわけですよね。つまり眼圧が正常なのに視野が欠ける緑内障になっている理由とは、神経が弱いんですよって私も言うし一般の医者もよく言うわけですよ。じゃあこの神経が弱いとは何かってことなんです。今までは結局目の神経の写真を撮ったり直接見たりして、その神経が死んでるから神経弱いよねって言ってたんですよ。でもそれって死んだりダメージ受けた神経を見て弱いねって言ってたんじゃ遅いじゃないですか。つまりボロボロになって倒れたら、この人って虚弱だったんだみたいな、いや虚弱だって先に分かってあげないとダメだよねって話じゃないですか。つまり死んだ神経見て、この人死んだわけだからダメージ受けたわけだから神経弱いんですねっていうのはちょっと違うわけですよね。今回のBDNF っていう因子を見てみると、前もって
神経が弱いかどうかが分かるんだろうっていうことが分かってきました。じゃあ採血してくださいって言っても、まあ、ちょっとそれが保険適用とか、まあ、そういうのが今通ってるわけではないので、ちょっと今のところまだ難しいです。ただ将来的に採血してみて、あなたは BDNF 少ないからこれは緑内障のリスクありますねとか、 BDNF 弱いから緑内障だけども進行しやすいタイプですねっていうのが分かってくる未来が来るであろうってことです。そしてさらに、だったらそれ足してあげればいいじゃんってことなんですね。とは言っても点滴で BDNF 入れたりとかちょっと厳しいじゃないですか。で飲み薬はっていうと、ま、飲み薬っていうのもね、肝臓とかいろんなの取っちゃってなかなか難しいと。そして一つの解決策としては目に、お薬を入れてあげて、BDNF を、ま、ちょっとずつ分泌するようなのを入れるっていう治療がもうすでにアメリカでは治験が始まっております。まあ、実際には緑内障に対してじゃないんだけどもね、まあ、それの動画もあるのでちょっとそっちも見ていただければと思いますが、まあ、要は、目に、お薬を入れることで BDNF を目に増やしてあげようっていう方法もあるわけですよ。とはいえそのアメリカの治療を今できるわけじゃないよと、まあ、もちろん将来には期待できるけど、なんか自分でできることないかなって思いますよね。そこで BDNF を増やすような飲み物、食べ物っていうのがいろいろあります。例えば緑内障に対しての、緑茶とかコーヒーに関して言うと BDNF を増やすんじゃないかって動画があるので、ちょっとそっちも見ていただければと思います。今後もこの BDNF を増やすような食物そして飲み物っていうのは絶えずアップしていきますので、まあ、ぜひぜひそういうのを見ていただけると、あの食生活の中から、まあ、アップできるようなものをピックアップして、それだったら自分でできるじゃないですか。勝手に直輸入して BDNF 注射するとかちょっとリスキーなのであまりお勧めしないです。たまにそういうね、どうですって患者さんいるんですけど、もうちょっとあの海外の治験データが出てからやった方がいいんじゃないかなっていうのが、まあ、個人的な感想。ただし、まあ、相当良さそうだったらちょっとそこは皆さんにご紹介して、まあ、今後どうするか、まあ、ちょっとそこは相談というかな、まあもちろん直の患者さんと相談してっていう感じになってくるかと思いますんで、今のところはせめて、まあ、食事とかで BDNF を増やすように、まあ、気をつけていただければと思います。今日のお話をまとめると、今まで眼圧って言われてた緑内障の悪化因子または緑内障の原因として神経栄養因子というのが非常に大きいんじゃないかっていうのが研究として、2023年9月の研究で分かってきたってことです。っていうことはそれを調べることで今後いろんなことが分かってくるかもしれない。そしてそれは採血データで分かってくるっていう、非常にシンプルですよね、血取るだけなんで、っていうのがまずあると。ただ、まあ、それの治療としてはないのっていうと、もうすでにアメリカとかでは治験が始まっていて、まあ、後々ね、通るでしょうし、で、FDA って言ってね、向こうので認可通ったら、まあ、そこから遅れて日本に来るだろうって感じになりますと。ただ、それを待っているのもなんなので、自分でできることはないんですかと聞かれると、自分でだれることはありますと。それは何かっていうと、そういうふうに BDNF を増やしやすい食生活っていうことになってきます。その中でも紅茶もそうだし、緑茶もそうだし、はたまたコーヒーっていうのは BDNF を増やす因子を持っていますんで、まあ、ぜひぜひいいでしょうと。まあ、それ以外にも、目にいい食べ物っていうね、再生リストがあるので、ちょっとそっちを見ていただけると、食べ物飲み物で BDNF 何がいいのか、増やしてくれるのかっていうのは随時アップしていきますんで、クリックしていただけるとダーッと流し見できますんで、まあ、ぜひぜひ見ていただければと思います。まあ、こんな感じでいろいろ情報をアップしていきますんで、ぜひチャンネル登録ベルマークもよろしくお願いします。